너무 남천으로 들었는데. 헤이, 교네. 참, 어쩌라 되고도 있었어. 교와, 이즈에서 키스니 있다 덕이니 시초사상가를 물었다고 조기선 넘버라게 듣고 성과가 하긴 한다기도. 그걸 키꺼 유명한 애들 한다기도. 피스데 캔짱 시도크럭트. 나 피스데 캔짱 시도크럭트. 오, 맞아. 모르겠어, 그래. 네. 근데 今度は 本日はこれ南部ちゃんのまかない料理としてみんなで食べたいと思います。ね。よし。じゃあこれはこちらの方今からちょっと焼き焼きしていきたいと思います。よし。じゃあまた後で会いましょう。はい。よ。じゃあねこちらの方はいちょっと袋開けたんでこれを今からちょっとフライパンでね焼いていきたいと思います。まあただ焼くだけですから。これ本当は網越がなんかで焼けばいいんだけどな。うん。でかくね。お、大きいよね。うん、分厚いし。え？分厚くてでかい。こちらの方をこれ焼く。これ焦げ目つかないように焼かねえからな。あ、さらっと焦げ目つくようにか。あんまり焼きすぎるとな、うん、焦げ焦げになっちゃうからな。ほどよくな。ほどよく。よし。ごまも入ってます。あ、結構入ってたとかボリューム満点でございます。ごまのえごまのせりで食ったのか禁止だからな。え、美味しくて止まりませんでしたっすわ。胃もたれちゃった。外の皮パリッとなればいいのかな。いいんじゃない。火強いかな。うん、弱火で。弱火で。中火。まあ、中火くらいだな。中火弱火。パリパリになってきたところ、うん、いいね。焼き色ついてきた。あ、いい感じ。いい感じだな。なんかレンジでやってもいいとか使いだったけどな。でも焼いた方がやっぱうめえやな。パリッとしてな。遠くから見てフレンチトーストみたいだ。本当だな。フレンチトーストみたいだ。よし。じゃあな、こちら、まあこんなもんだったらいいのかな、ね、簡単だなこれな、うん、これをじゃあ今からちょっと焼き上がったら刻んで、あと、いつもの生姜醤油入れていくか。生姜醤油だな。で、うちのまかないにしたいと思います。よし、じゃあまた後で言いましょう。はい、あよ、じゃあね、美味しそうに焼き上がったんで、これこんがりきつね色に、うん、こちらの方を食べやすいサイズにカットしたいと思いますね、うん、これ結構なじみあるよね、うん、どうかな。音もいいね。え？音もいい。このサクサクだな。で、こちらをじゃあ何枚か皿の方に切って乗っけていきたいと思います。これな、簡単で美味しくていいんだよな。うん、簡単で美味しい。最高だねこれ。やべえな。切ってね。うん、おめえ切ってるそばからおめえよだれ出てきちゃうなこれな。あ、やめや、崩れちゃった、うん、いい感じ、うん、結構なるよ、上さんのでしょ、うん、多いですね。え、ごまやっかな、レモンの切れ端を置いてあったから。よし、いべえこれまかないだからすげえな。ビジュアル的にはよくないけど、うん、よし。じゃあね、こちらの方をじゃあね、出雲のキメチャラと食べていきたいと思いますね。じゃあまたどうぞ。はい、よー、じゃあね、はい、出雲のキメちゃん、キメちゃんです。で、今ちょうどお昼休みになったんでお昼ご飯を食べたいと思います。で、先ほど調理した、はい、定規さんの角揚げ三角大きいってことでいいます。うまそう。いただいたの。いただいたの。あとは出雲のうちのまかないってことでいいます。多すぎっとな。まあいいや。とりあえず普通のいいから、このキメちゃんにこいつ食わせるのに。そう。ね。生姜醤油ある？ある。それじゃあね、入ったと。だし醤油になっていくからな。ああ、もうそれの方がうまいの。取っていいかな。たらん。チャレンジ。しょっぺいぞ。ちょっとね、かけて、これにこれね、私は削り粉をね。俺はな、前回食ったからな。なんで？片付けたことな。はい。
じゃあいただいてください。いただきます。はい、うん、間違いない。ダメ、うん、まあ、うん、じゃあこの間もらった時よ、キミちゃんさん願ったからよ、うん、なほんでみんなで食うようにと思ってきて食っちゃうんだよ、ね、おいしいです。うん、ご飯が進むね。じゃあ私もいただいてみます。音聞こえっかな、音、ね、うん、あ、分かんねえな、うん、うめっ、うん、削り粉つけてやりたくね、うん、これがまだうまいんや、いいね、お、削り粉合うな、合うしよね、うん、うん、うまいな、うん、これだ、これラーメンに使う醤油って言ったのよ、だし醤油が、うん、おいしい、あ、うめべ、うん、うまい、甘かけだけどしょっぺんだ、うん、うん、うん、削り粉合うわ、うん、削り粉、だこれに削り粉かけっと、まあ、まだこう、まろやかにね、いいな、うん、あ、です、繊細だな、うん、うん、まあ一応食べ方的には、うん、これ定規さんの三角揚げ、うん、こちらのフライパンでもいいし、オーブンでもいいから焼いて、うん、で醤油と俺らの場合は生姜醤油削り粉削り節、もちろん最高だな、うん、最高で、これ割って味噌塗ってネギと味噌を混ぜてこう、あ、挟んで、挟んでね、サンドイッチでもあるやな、うまいね、うまい、こんなんだな、いろいろ食べ方はね、うん、でも焼いてこのまま食べた方が私は、俺もこれが好き、シンプルでいいな、うん、うん、美味しい美味しいな、うん、今日もうまいの食べてます。ありがとうございます。まだ一回り大きくなります。しかも見て、油物いった。今日はブロッコリー中心に食べますね、きねちゃん。はい、そう、野菜もあります。うん、あと、高タンパクのね、ゆで卵、うん。大根もあるし。大根はね、季節のものなので、まだこれうまいがね。あとはじゃあゆっくり食べます。うん、はい。すいませんね、いつもただ食ってる動画に、すいません、本当にいつもすいません、待って、うん、おかげでこんなに大きくなります、ありがとうございます。よし、じゃあ行くぞ、うん、よし、まだじゃあいろいろ流してくれて、うん、あとご視聴よろしくお願いします、お願いします、よし、行く、せーの、はい、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね、はい、バイバーイ、イエーイ、バイ、ね、